はい、今回はですね、小坂井啓悦郎著、はじめは中古の BMW に乗りなさいのネタバレありのレビューをお話ししたいと思います。この本はですね、2008年の12月10日発行の本ですんで、この本でいうね、BMW っていうのはね、3シリーズの話なんですけども、当時の3シリーズっていうのは、この2008年当時ね、現行モデルがですね、E90 っていうね、車が出てですね、まあ3年目になりますね、現行モデルのね。ですんで、まあ中古ということですんでね、この本の BMW の3シリーズっていうのは、E46 の3シリーズのお話になります。で、この作者もですね、この本を書くために E46 の3シリーズの330ですね。なんで、しかもね、4ドアでもなくですね、クーペモデルを買ったそうですね。3年落ちの2万キロ走行のモデルですね。新車では600万円ぐらいするそうですね。で、どれぐらいで買ったかっていうとですね、まあオークションで買ったそうなんですけども、車代がですね300万円、車屋さんへの手数料が50万円、整備代が50万円、合計ね400万円で購入したそうです。でもちろんね、まあこの本をね書くためにね買った車ですんで、まあ、経費で落とせますということですね。しかしですね、まあ、このね、はじめは中古の BMW に乗りなさいっていうのは、このですね、E46 の3シリーズの330のクーペを勧めてるわけではないです。で、まずね、大前提としてですね、まあ、どんな人を対象にこの車を勧めてるかっていうと、20代前半の大学を卒業してですね、まあ2年ぐらい経ったね、卒業して就職して2年ぐらい経った男性をね、まあターゲットっていうかね、モデルにしてます。でね、作者はですね、まずね、コストから考えるとですね、もう車っていうのは軽自動車一択だよと。しかも、中古の軽自動車。ね、なんで BMW どころじゃなくて中古の軽自動車でたくさんだと、ね、で場合によってはですね、そのね中古の軽自動車さえ必要ないと、週末のデートだけならね、まあレンタカーで十分じゃないかと。ただね、これあくまでも経済的な話で、まあこの車がどうしても欲しいとかね、車好きの人でね、まあ損得関係なく車が欲しい人に言う話じゃないですね。これはね、この向けの話じゃないというかね、どんな車がいいんでしょうねぐらいに言ってくるようなね、人方ですかね。で、まあ話はですね、減価償却のね話になりまして、車はね、まあ6年でですね、資産価値っていうかね、価値がね、ゼロになるよということですね。でも実際はですね、ゼロにはならないということです。なぜかっていうと、まあ、時価っていうのがありますっていうことですね。で、時価っていうのはですね、まあ、需要と供給のね、関係で決まりますと。で、車のね、値落ちしやすいのがですね、まあ、1年か2年落ちのね、車、新車から1年か2年落ちの車を、が一番ね、値落ちしやすいということでですね、まあ3割ぐらい値落ちするんじゃないかということです。ですんで、1年か2年落ちの長く乗れる車を選ぶのが、まあいいんじゃないかということですね。しかしですね、20代前半の男性っていうのはですね、まあライフスタイルがね、変化が激しいですんで、まあすぐにね車を変えたくなっちゃうんですよね。なんで長く乗るってなかなか難しいですね。なんで性格にもよりますけどね。なんですぐ車に飽きてね買い替えたくなっちゃう人もいますよね。
なんで10年乗れる車をね選びたいけれども、なかなかそれはね難しいと。なんで一番ね、お金がかかるのが車が買える時ですんで、まあ例えばね5年おきにね、なんで車を買えるっていうのは大体いい車に変えてきますんでね、悪い車に変えてくるってことはないですんで、そうするとねどん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 ね値段も上がってきますんでね、やっぱ5年ごとの車選びねっていうのは、まあ、経済的に結構きついということですね。そこでですね、提案しているのが、あえてね5年落ちとかね10年落ちのね、車がどんなものかね、まあ、勉強のためにね買ってみるということですね。で安く当然買えますんでね、で浮いた分をまあ修理費に回せばいいんじゃないかということですね。でこの本でいうね BMW っていうのはですね E46 の3シリーズの318のことですね。一番低いグレードですね、37でもね。で、それの10年落ちのことですね。 E46 の10年落ちのことです。だけどもねこれはね例え話で言ってるだけで、この E46 の、318i がですね、まあおすすめだよというねことは言ってないですね。要はねこの作者はですね、ベストセラーのですね、なぜ社長のベンツはフォードアなのかとね、同じね人なんでね、要はベンツとか BMW をねアイキャッチに使ってね、うまくこう題名に入れてですね、こう消費者の目を向けるのがうまいっていう感じですかね。でサブタイトルのですね、やっぱりお金は銀行に預けなさいっていうのはですね、まあ素人がね、まあローンでね車買ったりとかね、まあ投資をするよりも、まあ基本は貯金だよということですね。まあそれがあって初めてまあローンとかね、まあ投資をしましょうということですね。要はあんまりカツカツだとねリスクが大きすぎるんで、まあバランスをね取ってね、まあ投資とかねローンを組みましょうということですね。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、また気になった方はね、まあ本屋さんなんかでね探してみてはいかがでしょうか。はい、それではね今回の動画は以上になります。